鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいた。その目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔。僕はダメであいつはいいの。そこに壁があっただけなのに生まれてしまった。定め嘆くな。僕らはみんな自由なんだから。鳥のように羽があればどこへだって行けるけど、帰る場所がなければきっとどこへも行ける。ただただ生きるのは嫌だ。世界は残酷情景。テレビの中映画に見えたんだ。戦争なんて愚かな今日も関係ない。知らない国の話。それならなんであいつに踏んで黒い気持ち隠しきれないわけ。説明だって